久保さん、お金はないは嘘にしましょうか。お金はないは嘘。<laughs> 久保さんもですね、多分商品いっぱい言ってきてるので、お客さんの断り文句でね、いや、お金がないんで今は、みたいなね、あの、断り文句は、まあ、受けてきたと思うんですけども、本当にお金がないんでしょうか <laughs> 借りれれるじゃないですか <laughs>。ね、あの、クリーンな感じで、 CM で、お金に困ったら貸しますよ、みたいなね。<laughs> 確かにまあお金はないかもしれないですけど、借りるという行為はできるわけじゃないですか。僕は、あの、南の帝王のね、あの、万田銀次郎の話がすごく好きなんですけど、大人はみんな嘘を言うとると。みんな嘘つきやと。大人はみんな嘘つきやと。借金は悪い悪い言うとるけれども。 車のローン、お金借りて買っとるやんけと。家、ローンして借金して買っとるやんけと。みんな嘘つきやと。<laughs> <laughs> そうみんなじゃあお金があるから家買えるんすかお金があるから家を買えるんでしょうかお金があるから車を買えるんでしょうかお金がなくても買いたいものは買ってるんですよ。だから、あの、お金がないっていうのは嘘で、まあ、100分譲ってね、100分譲って、まあ、その銀行の 融資回って借り入れませんでした、えー。消費者金融回っても金借り入れませんでした。友達に土下座しても金借り入れませんでした。うん、ありとクラウドファンディングやっても金集まりませんでした。まあそこまで全部やれることやって金集めようとして金集まんないんだったら、まあそれは一理、まあ、あるかもしれないですよね。でも9割9分は全部やってないんですよね。金を集めてくる行為を。 多分ほ、ほぼ9割9分う、友達に土下座してまで金借りるとか、そこまでやってないですよ。ほとんどの人はね。うん。だか久保さんもね、なんかあの、話の中でね、俺に、俺に金を貸せ、みたいなね <laughs>。金貸してくれ、みたいなね <laughs>。やってたら言うてましたけど。あの、僕がね、あの、借金作った時に、 あのまあ、従業員の給料どうしようっつってね、今月支払いどうしようっつってね、まあ、借り入れ、まあ、あのその今でも覚えてますけど、漫画喫茶でね、漫画喫茶で <laughs> 銀行の,あのローンですよね、こう、あ,あみたいな、でもやりましたよ。で、やって、受かってね、B とかね、あと消費者金融も行きましたけど、B って、あの A t m から金が出てきてあ、悩んでたの、こんなにあの支払い悩んでたのに、こんな一瞬で出てくるのかみたいな。 あのお金がバーって ATM から出てきたときに何なんだろうな世の中みたいな思いましたよね。月末の支払いどうしようと思ってたのにこんなに簡単にお金って出てくるんだみたいな。ちょっと錯覚をしましたけどね。錯覚を。借りればええやんみたいなね。うん。だからまあお金がないっていうのはまあなんですかね。うん。お金はあるんですよ。 どだからその、なんですかね、あの、これダイレクト出版さんの前、小川さんの話をちょっと聞いてた時あって、コロナの時かな。で、そのコロナになって不景気になりましたと。で、なんですかね、やべえんじゃねえかみたいな。で、その小川さんがなんか銀行の方とお話ししたのかな。で、それで話してて、いや、確かに今お金は回ってなくて、お金不景気かもしれないけど、 銀行に金あるよ、みたいな <laughs>。銀行に、だからそのお金そのものはなくなってないし、ただそれが流通してない、動いてないだけ。まあ大衆心理が動いて、その今お金なかなか使えないとか使ったらダメとかね、あの、怖いとかね。まあそういう心理が動いてお金が流動してないだけで銀行にはお金はあるよっていうね <laughs>。そう。うん。そう。世の中からお金がなくなったわけではなくて、 不景気な理由っていうのは、まあ結局心理ってことですよね。そう。エフェク、久保さんもエフェクスやられてるわけですけども、相場の動く、相場が動くものってもう大衆心理じゃないですか。ほとんどが。もちろんその機関投資家とかまあそういうところもありますけど、多分相場を動かしてるのがほとんど大衆なので、まあその心理戦ですよね、うん。まあビジネスも心理戦ですけどね。いってらっしゃい。